前にいるんで、行き方が分かんないとかね、どっちしたらダメなとかね、覚えてます。お一口でねえ、相変わらずやっぱり健在。ね、これはもうお年寄りに食わしたらこれもう喉に詰まって死ぬんじゃねえかっていうくらいの粘り気を、なるほど、持っている。なるほど。笹団子はね、うん、やっぱこの本当に笹の匂い、ああ確かにね、これがいいんですね。いや、この風景はね、皆さんこっちばっか見てるからあれです、こっちから見てるとずっといいんですよ、やっぱタコが上がってるっていうのは。なんかちょっと気分がいいです。そうです、そうです。いや、風も出てきましたからね。タコが上がると風が吹くってことですからね、やっぱり。いや、ここいい会場ですね。いい会場ですよね。なんかね。結構風来ました。来ました、来ました。はいはいはい。いいです。ね、ということで、ここは、はい、こっちはバシバシと写真を撮って。午前中は一応これで、これで終わって。はい、で、今はなんか、地元のそのカレーラーメンの、なるほどなるほど、歌と踊りのショーで楽しんでいただくということなんで、ステージ上でやるの、ステージ上でやるでしょ、それはね、片付け、今これ片付けしますからね、やりますか。いやでもありがとうございました、これ、ね、あのここのうちで作っていただきました、ありがとうございます。ではまた、はい、じゃあちょうどね、弾きますか。よっ水曜どうでしょうクラシック、お楽しみに。いや、すごい大事だ。指も見えてねえもん。行くぞ。行くよ。待ってない。よ。じゃあ、行こう。4、はい、3。UX です。水曜どうでしょう、クラシック。お楽しみに。やっ。もう一枚いきます。はい、チーズ。いいじゃないですかね、風が出てきましたね。あーでもいや本当にね、あのタコはいいですよ、この会場は。あのでも暑いですよ。いやもう我慢大会でしょ、完全に。どうでしょう。